はい、どうも、中島です。今回はですね、オーライト様より久々に製品提供いただきましたので、紹介したいと思います。そう、オーライト様はですね、そもそもフラッシュライトのメーカーさんなんですけども、結構前からね、ライト以外の方面にもね、いろいろと製品展開しておりまして、まあ、銃に取り付けるようなね、ウェポンライトとかね、レーザーサイトなんかのアクセサリーだったりだとか、EDC ガジェットとかね、ナイフとか、まあ、アウトドア系の小物なんかもね、いろいろとリリースされているんですけども。で、今回はですね、そういったそれぞれ用途や、種類の違うですね、最新アイテム3点送っていただきました。はい、まずはね、こちら、オーサイトというやつなんですけども、こちらはですね、ダットサイトというね、銃に取り付ける照準器ですね。ピストルやライフルなんかにね、取り付けて使うものですね。オーライトからこういった光学サイトが出るのはね、これが初めてみたいです。で、こちらがね、バトンターボというね、小型フラッシュライトでございます。バトンシリーズはね、確か4まで出てると思いましたが、まあ、これはね、そのシリーズの一番最新の製品です。そしてこちらはね、A1 ナノダマスカスキーチェンハジェット。キーホルダーとかにね、取り付けられるぐらいのね、大きさの、斧の形をしたミニナイフみたいです。まあ、これもね、EDC 系のアイテムですね。はい、というわけでね、これら開封していきたいと思います。はい、まずはね、こちらの O サイトですけども、付属品はですね、まずこちら本体に、こちらがね、カバー兼充電器っていうことでね、まあ、これをね、カパッと、ダットサイトに被せることで、まあ、チャージできちゃうということみたいです。で、こちらがね、充電ケーブルに、調整用のドクロドライバー。で、こちらがですね、ダットサイトを取り付けるときに使う、ネジ類ですね。種類がいろいろ入っています。で、クリーナークロスに、こちらは専用のポーチですね。そして取扱説明書という感じですね。で、こちらはですね、RMR というね、規格の取り付け方式になっているんですけども、取り付ける銃によってはね、専用のアタッチメントが必要になってきます。で、今回はですね、こちらのピストルにつけてみたいと思うんですけども、これにつける場合はね、こうした、専用のアダプターが必要になります。まあ、これだけでね、3000円以上しましたけどね。自腹です、これは。まあ、こういうオプションがね、必要になる場合がありますので、購入前にはね、よくチェックしてからにしてください。で、こちらね、今後、オーライトさんから公式にね、レールに取り付けられる RMR 規格の専用マウントが別売りで発売されるそうです。で、これならね、まあ、最近のライフルとかサブマシンガンとかにはね、ほとんど付けられると思うんで、まあ、多くの銃にね、使い回しできるかなと思います。で、こちらね、なんと、セール期間中に、オーサイトを購入した人に限りね、無料でプレゼントされるとのことです。このようにね、取り付け完了しました。ダットサイトというのはね、そもそもどういうもんかっていうところから説明しますと、ここについてるやつもですね、オーライトさんの、バルドルっていうね、レーザーサイトなんですけども、レーザーサイトはね、こうした現実に、物理的にね、レーザー光を照射してターゲティングするっていうもので、周りからもね、ちゃんとこう目で見えるものです。で、ダットサイトの方はですね、はい、スイッチをね、こうオンにすると、このね、ガラス窓を覗いた先にね、光の点が見えると。でも、現実には光はありません。このね、内部で反射しているだけのホログラフィックなんですよね。ちゃんとね、この光のドットの歪みもなくね、しっかり鮮明に表示されていますし、角度を変えてもね、ドットを見つけやすいというか、まあ、即応性は高いんじゃないかなと思います。暗い部分でもね、明るい部分でも、まあ、こうしてしっかり視認できますし、まあ、そこらの安物と違うっていうのがね、一発でわかりますね。ドットの明るさもね、こちらのサイドのボタンで、こう調整できるようになっています。で、こちらはね、バッテリーインジケーターにもなってるみたいですね。で、こちらのね、調整ネジで、ドットの表示位置のね、調整なんかができるようになっています。で、こちらのね、充電方法なんですけども、このね、カバーを、カパッと上から被せて充電するようになっておりまして、
これ充電レベルのインジケーターもね、こちら上に表示されるようになっています。まあ、安いダットサイトだとね、あのボタン電池で動くやつとか結構多いんですけども、あれはね消耗早いしね、交換もめんどくさいのと、あとボタン電池って結構高いんですよね。なのでコスパも悪いかと思います。でもこちらはですね、まあ、充電もパコッとはめるだけですし、まあ、繰り返し使えますしね、運用パフォーマンスはかなりいいかなと思います。はい、ということでね、オーサイト使ってみましたけども、まあ、ちょっとね、微調整が難しかったんですけどもね、まあ、即応性もいいですし、非常に狙いやすいなと感じました。で、こちらね、価格が3万円オーバーってことでね、まあ、結構お高めなんですけども、まあ、それもね、あの、本物の銃に使えるね、レベルのクオリティのものなんで、あの、海外の YouTuber さんなんかはね、まあ、これを実際に実銃につけて、あの、撃ってる動画とかもね、出してる人もいますし、まあ、本当にね、モノホンレベルの、あの、性能、精度、耐久性ある製品なんでね、まあ、そういうものを求める人にはね、かなりおすすめできるかなと思います。はい。はい、そして次はこちら、バトンターボですね。付属品はですね、まずこちら本体と、これが、CR123A 電池をですね、使えるようにするためのアダプターですね。そしてこちらがおなじみのマグネット充電式ケーブルですね。で、こちらはストラップ。で、こちらが専用ポーチと。そして、取扱説明書となります。こちらはね、あの、バトンシリーズの最新モデルでして、まあ、ターボっていうね、名前の通り、従来モデルからね、パワーアップしたバージョンなんでしょう。従来のモデルよりね、あの、ヘッドの部分がちょっと大きくなってますね。でも、あの、手のひらサイズで、あの、コンパクトなライトだと思います。このメタリックグリーンのカラーが、まあ、非常に美しいですね。で、ここが点灯スイッチなんですが、すべてね、金属パーツでできていて、非常にソリッドな印象ですね。で、ここはね、インジケーターにもなっておりまして、バッテリー残量とね、あの、点灯モードのレベルが分かるようになっています。これもね、明るくてかなり見やすいですね。はい、ということでね、使ってみましたけども、まあ、小さいながらパワフルなのはもちろんね、あの、このサイズのライトでは珍しく、こう、ビームのようにね、光が飛んでいくので、まあ、遠距離照射にも向いてると思います。まあ、だからね、あの、EDC ライトとしても使えますし、あの、バックアップライトとしてもね、しっかりあのね、頼りになるものかなと思います。はい、そして最後はこちら、A1 ナノダマスカスキーチェーンハチェット。これはですね、斧の形をした、まあ、キーホルダー型ナイフというかね、あの、ボックスカッターのようなものですね。
まあ、これはね、そもそもあのオタクル A1 っていうね、多機能ハジェットがオーライトさんから発売されていまして、まあ、それをミニチュア化したものってことらしいですね。まあ、ダマスカスっていう名前の通りですね、本物のダマスカス鋼が使われています。あのね、よくあるあの偽物のダマスカスってレーザーとかね、腐食加工であの表面に模様をつけてるだけっていうものがね、多いんですけども、本物はね、こうね、ちゃんと内部までしっかりこう層になってるんですよね。ねえ、美しいでしょう。このあの専用レザーシースも渋いですよね。付属品はね、このキーリングのみなんですけども、キーチェーンにつけるとね、こんな感じです。まあ、全然邪魔にならない感じの大きさだと思います。はい、ということで、ね、切れ味もかなりいいですし、ダマスカス製なんでね、耐久力もあるかと思います。まあ、何よりね、おしゃれですしね、まあ、こだわり度の高い一品かなと思います。まあ、ただこういったミニナイフもね、あの意味もなく隠して持ち歩いた場合はね、軽犯罪法違反になる場合がありますので、まあ、これは十分ね、あの気をつけてください。はい、ということでね、製品紹介しましたけども、またね、近日中にオーライト公式サイトにてね、大型のセール期間が始まります。いろいろなアイテムがね、お得に買えるチャンスですので、まあ、お見逃しないようお願いいたします。まあ、詳しい情報はね、概要欄に全部記載しておきますので、チェックしてみてください。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。